ビートルズ・ビートルズの作品レッドイットビーレッドイットビーは、ビートルズが1969年1月に行ったセッションと彼らの最後のライブパフォーマンスとなったルーフトップコンサートの模様を記録したドキュメンタリー映画である。ペーパーバックライターやレイン等のプロモーションフィルムの制作を手掛けたマイケル・リンゼ・ホッグが監督を担当した。当初の映画の目的は、 ビートルズのリハーサルとライブ演奏を見せることであった。しかし、メンバーの心はバラバラに分かれ始め、結果的に本作は、解散に向かうビートルズの姿を記録するものとなった。クレジットは、アップル・アン・アブクコ・マネージド・カンパニー・プレゼンツとなっており、ビートルズの会社、アップル・コアと、当時のビジネスマネージャーだった、アラン・クレインの会社、アブコ・レコードが名を連ねている。 本来は、テレビ放映のために 16mm フィルムで収録されたが、クラインの移行により、劇場用の 35mm フィルムに焼き直された。1969年1月2日、ビートルズは、ロンドンのトゥイッケナム映画撮影所にてセッションを開始し、映画クルーによってその模様が撮影された。慣れないスタジオでの作業、常に撮影をされていることなど、緊張と不満が、 ビートルズの中に存在し、彼らは、トゥイッケナム映画撮影所の状態と仕事のスケジュールも嫌がっていた。彼らは朝早くからセッションを始めるよりは彼らが普段、録音していた、アビーロードスタジオで、いつもやっているように夜遅くにセッションを行いたかった。1月10日、ジョージ・ハリスンはバンドからの離脱を告げたが、フィルムには記録されなかった。 彼は戻ってくるように説得され、1月22日からは、ロンドン、サビルローにある、アップルコア内の録音スタジオに場所を移し、セッションを再開した。アップルでのセッションの際、ハリスンは、電気ピアノとオルガン演奏をしてもらうために、キーボード奏者のビリー・プレストンを連れてきた。バンド内での衝突は、映画から抜け落ちているが、作品中では、 マッカートニーとハリスンの間での口論や、マッカートニーとレノンの噛み合わない会話など、バンド内で漂う、不協和音を感じさせる場面も含んでいる。映画で演奏された曲は、多くが、アルバム、レッドイットビーに収録されたが、1969年夏に、バンドが再集合した時のアルバム、アビーロードの数曲も含まれている。 スタジオでのセッションの場面は1969年1月31日、アップルにて、ビートルズが、トゥオブ・アス、ザ・ロング・ワインディング・ロード、レッド・イット・ビーの、スタジオライブの場面で終了する。ルーフトップコンサートが行われた、旧アップル、コア本社映画プロジェクトの元々の構想では最後に、ライブショーで終わるというものであった。しかしライブの方法についての意見はなかなか。 まとまらなかった。ポール・マッカートニーはビートルズが初期に言っていたように小さいクラブで演奏することを主張し、ジョン・レノンはアフリカのような海外で行うことを主張した。リンゴスターはイングランドに留まるよう要求し、ジョージ・ハリスンはどんなライブパフォーマンスにもほとんど興味を示さなかった。結局、ライブの方法はアップル本社の屋上において、 予告なしでコンサートを行うことで解決した。ビートルズは、プレストンと一緒に1969年1月30日、ゲリラ的にライブ演奏を行った。映画は、屋上から大音量で鳴り響く演奏に驚く、ロンドンの住民たちの姿も記録されている。映画は駆けつけた警察官によって演奏が止められ、コンサートが終了するところで終わる。後に、 ルーフトップコンサート呼ばれる。このコンサートは、ビートルズの最後の公式なライブパフォーマンスとなった。ビートルズは、ルーフトップコンサート中に5曲演奏している。ゲットバック、ドントレ t ドミーダウン、アイブガッタフィーリング、ワンアフター One 90 909と、ディグアポニーである。最後の曲が終わってから、マッカートニーが、サンクスモーというのが聞こえる。これは、 モーリン・スターキーが大きな拍手と励ましを送ったことに答えたものである。それからレノンがよく知られた言葉である、I'd like to say thank you, on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition, で閉じた。このやりとりは、アルバム、レッドイットビーの最後に追加された。特記されている、以外のすべての曲のクレジットは、レノン・マッカートニーである。 以下の3曲は、セッション最終日のスタジオライブより、以下6曲は、ルーフトップコンサートより、ゲットバックセッション中に演奏したものの、映画、レッドイット・ビーでは取り上げられなかった曲は主に次の、ものが挙げられる。ラブミドゥアイオントード、e Do, I Want You, Stroberry Feels Forever, Ready m a d 浮気娘、オールシングスマストパス、バックシート、チャイルドオブネイチャー。 ウォッチングレインボーズ、エブリナイト、テディボーイ、真実が欲しい、そして、アイロストマイリトルガール。その他にも、膨大なオールディーズナンバーやデビュー前の自作曲が、演奏されているが、それらの多くは、断片的なものに止まる。映画は、リバプールモンにて1970年5月20日、プレミアショーが行われ、その年のアカデミー賞の編曲、歌曲賞と、 グラミー賞の映画音楽賞を受賞した。ビートルズは誰もアカデミー賞の授与式に参加しなかった。映画は1980年代の初め、アブコレコードによってソフト化された。VHS、ベータマックスビデオ、RCA セレクティビジョンビデオディスク、レーザーディスクなどでのリリースが確認されているが、アップルコアの許諾を得ていなかったために抗議を受け、ほどなく販売中止となる。 以降映画は、お蔵入りとなり、販売された、文のメディアか、もしくは、そこから、コピーされた、海賊版によってしか鑑賞できない状態が続いた。2004年以降、ポールマッカートニーを含め、複数の関係者の口から、DVD ブルーレイ化に向けての作業が進められている、ことが語られているが、2017年時点で正式に、入手できるのは、抜粋が収録された、 映像版、ザ・ビートルズ・アンソロジー・ VO、8のみであった。2007年2月、ニール・アスピノールはインタビューで、映画が最初に出てきた時は、非常に物議を醸した。その修復作業が半分を過ぎた時に、アウトテイクを見てこう気づいた。この素材は未だに議論を呼んでいると。これは、古い議論を蘇らせた。と語っている。 2019年1月31日、ピーター・ジャクソンの手により、ルーフトップコンサートを含む60時間の未公開フィルムと140時間の未公開音源を元にした新編集版が現在制作中であることが発表された。同時に、オリジナル版の方もリマスター化されて発売される予定であることも発表された。その後、新編集版のタイトルは、ザ・ビートルズ。 ゲットバックに決定。当初2020年9月公開を予定していたが、新型コロナウイルスの流行などの影響で、2021年8月27日公開予定に延期された。2021年6月23日、動画配給元であるディズニーは、ザ・ビートルズ、ゲットバックの劇場での公開を取りやめ、ディズニーの動画配信サービスであるディズニープラスにて、 2021年11月25日、26日、27日の3日間に、渡り3部に分けて、動画配信の形で公開することを発表した。オリジナル版の発売時期は未定。ありがとうございます。